マンションハウスはダブリン市長の官邸である。1715年から使用され、1919年から1921年までの間はドイルエアラン議会の集会所でもあった。1710年に商人で不動産開発者のジョシ道ドソンによって建てられたマンションハウスはド村ソン通りの名前の由来となっている。ダブリンコーポレーションが1715年に購入し、 市長の官邸として使用した。現在もその用途は受け継がれている。1821年には、ジョージ4世を迎えるために、円形の部屋が建設された。正面玄関の上にある金属製のポルチコは、1900年に、ビクトリア女王の訪問のために建てられた。第一次国会は1919 19年1月21日、アイルランド独立を宣言するために、 遠択の間に集まった。2年後の1921年には同じ場所で AI 条約が批准されている。1930年代から1940年代にかけて新しいダブリン市庁舎を建設するためにマンションハウスとそのブロックにある他のすべての建物を取り壊す計画が立てられた。しかし、キルデア通りと同じブロックの敷地に新しい工業を、 商業省を建てるという政府の決定は、計画の放棄につながった。1969年1月21日、ドイル・エアランとシャナズ・エアランの50周年、記念特別合同会議が、円卓会議室に集まり、当時のアイルランド大統領であった、英文ではあれらの演説が行われた。2006年8月、ロイヤリスト準軍事組織のアルスター義勇軍は、 1981年の党大会で新フェイン党指導部を一掃しようとし、マンションハウスに爆弾を仕掛けたと主張している。この主張を受け、警察と軍隊が25年前の爆弾を捜索したため、家の警備が厳重になった。2019年1月21日に第1次国会から100周年を迎え、円卓会議室では、会員と上院の特別合同セッションが開催され、 アイルランド大統領であるマイケル・ D ・ヒギンズの演説が行われた。以下は、著名なマンションハウスの入居者である。a b ベニューヒストリー、コンファレンスイベンツベニューザ・マンションハウス2018年11月15日閲覧。ローアン、ブライアン、ブフ・シンフェイン・マサカープロット。ザ・ベルファースト・テレグラフ httpww. ベルファストテラグラフ CEO, UK, インカミングブフジファインマサカープロットマイナス -2809 万 9576HTML ハットサーチアットマンションハウスイズコンプリーティット。RTE. http://www.rt.ie/.new/.2006/.0831/.mansionouse.html ありがとうございます。